鍵盤のパーツを手に入れた。鍵盤のパーツ？鍵盤？鍵盤？お、これ大屋敷、大屋敷、大屋敷かな。はい。入り口へ。ふう。うわ、もうなんか朽ち果てとるやん。大丈夫？この島全体的にこういう感じか、やっぱ。人がいる気配がする。たけし、叫ぶな！叫ぶなよ！バカなのか？アホ鬼がいるかもしれないんだぞ。誰かいるなら返事をしてください。返事がない。中を探してみましょう。アホすぎるわ。怖いわ。その無鉄砲な感じ怖いわ。はい、セーブします。オッケー、じゃあこれで。これで。さっきまで飲んでいたような感じとかそういう感じではない。何もないね。蜘蛛の巣とか張っとるし、結構やっぱ古いんやな。まあ、外がね、外観がもう朽ち果てとったもんね。特に何もなさげ。とりあえず、お、何？ガラスの棚に、ガラス棚の中にハンドルがある。しかし鍵がかかっている。あ、その鍵を探さんといかんのか。何？なんか左側さ、あれなんかめっちゃ壁青くない？あそこだけ。何あれ？あそこに青に召喚されてくるんやね。ちょ、やめてよ。怖いよ。タンスがある。タンスがある。なるほど。こっち側、これは、部屋なの？こっち。鍵がかかっている。なるほど。その鍵すらも開けてガチャッと出てくるようなことはないかい？ないかい？ロックがかかってる。鍵かかってるとこしかないやん。右側。え？全部鍵かかってるよ。植木の中になんかあったりとかもしない。ん？こっちも部屋もしかして。あ、びっくりした。廊下。この辺別に何もない。いやーもうすごくビクビクとしながら私は移動しているんだけれども。この部屋は、たけしはどこかにいるんだろうか。鍵がかかってる。なんでみんな鍵かかってんの？人住んでるの？何これ？え？何これ？え、なんか怖いんだけど。何これ？何のスイッチだ？とりあえずちょっと、これ、ヒントかな？ん？何もないな。ん？なんだなんだ。こっちからやったら押せんのか、これは。スイッチを全部とりあえず、こう、ね、今の状態と変えてみたら、でも多分どこかにヒントがあると思うんやけど、どこにどんなヒントがあるんだかも全くわからないから、これ下側に部屋あるね。お、入れた。これは何もない。ここで出てこられたらもう終わりやけど。お、押せる。びっくり。この辺の全部押せるんかな。あ、押せるっぽい。これは？ちょっと待って。あ、とりあえずこっちを動かして。はい。鍵盤のパーツを手に入れた。鍵盤のパーツ？鍵盤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 のパーツ？鍵？鍵？ちょ、待って。今、なんていう字が書いてあったかもよくわからなかったんだけど。鍵盤かな？ちょ、待って。今のアイテム。鍵盤のパーツだね。なんだ、鍵盤のパーツって頭おかしいんか。ってことは、どこかに、なんか、ピアノがあったりとかするってこと？まあ、この家ならありそうな感じするけど、特にこの辺は別に何もないでしょ？やめてー！入れなかった！入れなかった！入れなかった！でも今のは、
落ち着いて、落ち着いてちゃんと動かせば、追いつかれてなかったけん入れたはず。ちょ、頑張ろ。頑張ろう、私。来た。来たよ。入って、私。早く。早く。さ、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 怖いです。怖すぎます。通り過ぎた。この中に入ってる瞬間というか、この時間がめちゃくちゃ怖いよね。で、この鍵盤はどこで使えばいいんやろ。そんなね、なんか何？ピアノがあるような部屋、入れた部屋でピアノがあるようなとこ別になかったんやけど、これをどうすればいいんやろ。上の階ぐらいしか行くとこなかったよね。まあ、とりあえずこの上の階に行きます。こっちから降りてきたもんね。ここ入れるようにとかなってないな。なってないな。ん？こっちの部屋ぐらいしかなかったことはないのか。え？ちょっと待って。他になんか行けるとこもしかしてある？いや、ないよ。ないよ、ないよ。え？ちょっと待って。ここの階段から来たんよね、私。ここの階段から今来て、こっち側は？こっち！なんか異様にこれだけ白いけど、どうした？何もない、別に。あ！あるよ、ピアノ。ピアノ。え、これでどうなる？何もない、別に。じゃ、とりあえずこれ。これに、はい、この鍵盤の、パーツ。これを使います。はめてみたが何も起こらない。え？どういうこと？え？なに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 ？どういうこと？なぜ何も起こらないの？ん？どこからかピアノの旋律が聞こえましたね。え、怖い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 。なに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 ？どうして？なぜ？この辺？高い音が聞こえますね。高い音？低い音？低い、高い。高い。低い。低い、高い、高い、低い。これが上下のレバーのやつかな。え？低い、高い、高い、低い。よし。じゃ、これを、これどこやった？え、ちょっと待って、こっちか。低い、高い、高い、低い。ちょ、待ってね。これで、多分これを、違う。低い、高い、で、これが、高い、低い。これでいいんじゃないの？金庫が開く音がした。押してきた。これかい？西側廊下の鍵を手に入れた。あれか？ん？西側廊下の鍵？なんか壁が青くなってたとこってこと？いやー、なんか一番入りたくないとこやん。はい。ちょ、待ってね。セーブしとこ。なんかちょっとセーブの回数減ってきたような気がする。減ってきたような気がする。危険。はい。セーブ。でも西側。ここ出たとこかな？もしかしたら。とりあえず使えんかったじゃないわ。入れんかったところに入っていってみよう。ここじゃない？違うかな？あ、西側廊下の鍵を使った。よいしょ。新しい場所に来たぜ。なにこれ？めっちゃ怪しいやん。家の中にこんな施設いる？え？なになにこれ？え？どういう状態？全部ハンドルがあるけど。なにこれ？え？なにこれ？お風呂？え？これ何？人形？なんか気持ち悪いけど。あ、別に何もできない。なんかお風呂っぽい。でもこんなお風呂ある？これ、この黒いやつ何？何も水が入ってないっていうことかな。え？これは、
ヒントは？え、これについてのヒントは別の場所にあるかな、ヒント。ちょっと待ってね。ここになんかいろいろと。いや、これ、ヒントがいるな。これに関してもヒントがいるな。ロックがかかっている。この辺何もないのかい？特にない。ここももちろん、入れた！マジか、入れてしまったよ。え、ここのロックじゃないの？あれ、金庫ってことかな？なんかいろいろと怪しげなものがいっぱいあってさ、もうどれもこれも怪しく感じてくるんやけど、ここにタンスがあるっていうのはちょっと、なにこれ？え、なにこれ？待って。あ、なんか、ボルトが一個足りてない？あ、ここにボルトを刺せばいいってことかな？え、持ってないよね、私。多分。ほら、ここの部分なんかネジが。ネジ、ボルトが。他は別に何もない。何この機械？何の機械かもよくわからんけど。不気味。とりあえず不気味。あとは別に、調べられるものが、なんて何か髪が切れ、何か髪が切れそうだ。髪が切れそう。どういうこと？髪持っとったかな、私。ん？持ってないよ。持ってないよ、何も。髪がいるの？何か髪が切れそうってどういうこと？これ何？髪切るための機械か何か？ハサミ的な？ハサミは機械ではないけど。とりあえず、ここの部屋にタンスがある。逃げ込むのはこの部屋。あとは、こっちの部屋か。なんだ。ここにも、なんか、これも浴槽かな。なんか、聖書？ぽいものがあるけど。壁との隙間に何か落ちている。紙？お、腰を手に入れた。これや、これ。これをきっと切るんだね。何これ？え、これ？え、なに気持ち悪いんやけど、なにこれ？青鬼の絵？え、なに？ここにもタンスがある。ここにも逃げ込める。ん？これ？ん？どういうことだ？これは、え？ん？これってさ、さっきのなんかあの、お風呂場？浴槽の数と同じ数かな？ 6 個。多分さっき6個じゃなかったかな？違ったかな？多分そうやった気がするんやけど、多分。なんなんこの真っ暗な感じ。え、お風呂ってさ、水抜いたけんってこんな真っ黒になるっけ？逆になんか溜まっとるってこと？汚い水が溜まっとるってことかな？わからん。あ、じゃ、とりあえずこれ多分なんかヒントかな？あのお風呂場の。え、じゃあ、なし、青鬼、なし、青鬼、青鬼、なし。青鬼のところは何をすればいいの？黒くすればいいってことかな？ってことはやっぱり黒い水が溜まっとるってこと？え？なるほど。じゃあちょっと入れに行こうか。なんか今にも出てきそうな気がするわ。ここをひねったらいいってことかな？ってことはなしのところはじゃあこれ回せばいいの？え、なに？なんかなった？なんもなってないんやけど。え？何もならないんですけど。え、待って。え、何もならないんだけど、どうしたらいいのこれ。なんかここで統制されとるとかそういう。いや、何もないよ。ん？なんだ？でも溜まっとんやとしたら、ひねったら出るよね。水を抜いた。あ、やっぱり抜いたら白くなるんやね。なし。で、ここはありやったよね。で、なし。で、ありなし。やけん、こっちの二つ。この二つを入れればいいのか。はい、バルブをひねって水を入れた。はい。そしてここも、お、なに？別の部屋で水が抜ける音がする。あ、さっきの部屋かな？さっきの部屋、あれ、
黒い水が溜まっとるってことやもんね、多分。来てない、やってきてないね。お、抜けてる。お、小さな鍵を手に入れた。これはどこの鍵だ。小さな鍵やけん、あれかな、あの時計のところの鍵かな。あ、アイテムじゃない部屋の鍵ではなさそうな感じするよね。はい、これでセーブをしておきます。 OK。 そしてなんかこう一個一個さ、クリアしていくごとに次は出るんじゃないか、次は出るんじゃないかとめっちゃ思うよねめちゃくちゃ思うよね。あ、出そう。大丈夫？大丈夫なの？もう疑いの心が強いよ、私は。じゃあ、とりあえず。もう画面が切り替わるだけでも。来ない？来ないですか？その部屋からとか出てこない？多分、この時計じゃないかなと思うんやけど。どうだろうか。あ、そういえば腰何もやってない。あれなんか必要なんじゃないかな。ここ開けれる？お、ガラス棚が開いた。金属のハンドルを手に入れた。ハンドルが必要なとこなんかあったっけ？あ、あれ？なんか、あの部屋の差し込むところ？あの腰を切るところで。あそこに機械、不気味な機械あったよね。あれになんか使うんかな。じゃ、結局あの部屋戻るわけだ。まあ、解いてない謎があるイコール、また戻らんといかんもんね。どっちにしろか。ふんふんふん。オッケーオッケー。この右側やったっけな。ん？ここやったっけ？違う違う違う。この部屋もう終わった終わった。あら？どこだったかしら？ん？ここか？あ、ここか。ここやったっけ？え？違くない？あ、違くないね。ここか。ここやわ、ここ、ここ。はい、ここで。あ、じゃあちょっとまずこっちの髪を切ろう。ここで。ちょ、待って、一旦セーブしとこう。もう何回でもセーブしとこう。怖いわ。怖すぎるわ。はい。これで、アイテム、腰。かなり古い髪のようだ。さあ、これでどうなります？この状態で切らない方がいいかもしれません。どういうこと？何何何？意味がわからないんだけど。じゃあ、とりあえず先にこっちをなんかやっとけってことかな。じゃあ、こっちで、金属のハンドル？どこかにつけて使おう。ここじゃないかな。印刷機にハンドルを取り、あ、印刷機なんや、これ。なるほど。じゃあこれで取り付けた上で、この紙に何か印刷するってことか。はい、この腰を。印刷できるの？腰を印刷してみた。印刷した腰を手に入れた。何これ？地図？なんかよくわからない。で、これ切ったら、なんか文字に見えるとかそういうことかな。はい、ここで、この何かしら書かれた、印刷された腰を、文字が書いてあるが読めない。これを切りましょう。どう切るんやろ？縦？横？腰を切ってみた。お、裁断した腰を手に入れた。あ、1837、数字や。これが、この部屋の前にあった金庫の番号ってことかな。1837、OK。よし、入力しましょう。そろそろ出てきそうな気がする。あ、違う、こっちや。はい、これで1837。はい、 OK。 ん？ OK。 え、なに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 。はい、ロックを解除した。よし、これで何がゲットできた。東側廊下への鍵を手に入れた。お、東側廊下への鍵。そろそろ出そうじゃない。
まあ私それしか言ってないけど、全くもってそれしか言ってないんやけど、ほんと？じゃあここでこの辺りでちょっと一旦ん？えぇ！何？なんで急に現れた？どうした？何？メニュー。メニューが開かない。なんなの急に。どうしたの急に。ほんで、ここで、鍵をゲットして、さあやってくるぜ。やってくる。ほら！ほらほらほら！ふぅ。ふぅ。ちゃんとタンスの場所は把握しておかなくちゃ。だってあの場所から出てきたってことは、全然まだまだ、こっちの姿も見てなかった、見えてなかったはずやけん。ね、とんでもない千里眼とか、なんか、投資できる能力がない限り。よし。いやー、心臓がドッ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 って言う。やばい。やばい、怖い。はい、とりあえず上書きセーブしといて。はい。で、東側廊下の鍵やったっけ？で、あれが、多分またリビング一回の玄関のところに戻ったらいいんやと思うんやけど。え、こっちやったっけ？戻るのこっちやったっけ？あー、あっとるね。はい。びっくりした。ゾワってするんよ、あれマジで。あれマジで。もうあっちには行けない。あっちが炭素二つもあったのにもう使えんわけや。次こっちやんね。東側廊下への鍵を使った。お、あそこにタンスが一個ある。ちょっととりあえずね。とりあえず把握しておく。トイレ！ふんふんふん。びっくりした。なになになに？これは逆向きに読むってことかな？え？逆向き？読めんくね？どういう数字これ？え、数字よね。なんか斜線とかいっぱい入ってんやけど。反転？鏡？反転？にしたらいいってこと？やとしたら86。ん？一番右のは何？ 6?6 なのあれ。待って。こう水とか出んの。出んやん。出んやんって言われても知らんけど。え？これは？え？どういう数字？なんかよくわからん。数字なんかな？そもそも。数字よね、多分。え、でもさ、これさ、一番この左のが反転して6やとしたら、右から2番目の数字は何？あれ、7じゃないかなって思うんやけど、何気に。ん？どういう数字？わかんねえ。わかんねえよ。もう何かしらいるんじゃない？何もいらんのかな。ん？こっちは何？いけないの？何あれ？あっちは女子トイレ？かな？え？これが全くわからんねえけど。あ、でもなんかアイテム使うとか何にもないな。ってことはこれはこのまんまってことかな。何なんやろ。 2？ んー、でもこれ多分逆からとかな気がするんやけどな。どっかにヒントあるかな？それじゃあちょっととりあえず別の部屋に行ってみましょうか。何もう不気味だな。何こいつら。なんか剣の数が違う。1本、2本、3本通るね。なんか意味あるんかな？で、なんか、3体だけ台座がない。なんか割れた棚があるけど、これは一体。なんか動かせたりする？え？しないね。お、なになに？洗面台の線を手に入れた。お！なるほど。洗面台の線手に入れたよ。他の奴らは別になんもない？これなんか足元出てない。びっくりした。びっくり。これは何でもないの？ちょ、待って、とりあえず洗面台の線、これを、使って、
詰まってる。アイテム、アイテム。メニュー。でもさっき別にさ、こう水が出せるみたいなのも、演出もなかったけど。一応出せるんかな。これで蓋しました。蓋したよ。え、蓋したけど何なの。え、なになになに。別に、え、これ蓋したってことはさ、水流すんじゃないの。違うの。流れないけど。その間の線がなんか意味あるってこと。間の線、取った線に意味があるんか。なんかこの、何？洗面台の蓋自体をなんか点として捉えとんか。え、何？全く意味がわからんねんけど。何これ。線として捉えとるってことか。月？月っていう感じあれ。え？え？でも月やとしたら、え？待って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 。え？こっち側から見て月やとしたら8月で、こっちがさ日付にならんのよね。だって日っていう漢字が真ん中に来とるけんさ、ここ逆転しとんやったら何月何日ってなるんやけど、え、違うよね。え、どういうことだ。ん、ここ月っていう漢字に見立てとんやと思うんやけどな。8月じゃないんかな。戻ったらなんかある。ないよね別に。ないよね別に。なんだなんだなんだ、わかんねえぞ。なんなんだ。ちょ待って、別の部屋にも行ってみようか。じゃ別の部屋、他に入れる部屋あるかな。てかさっきのあの部屋は他に何かあった。なんかこのさ、足元になんかこういうのがあるのとないのがあるんよね。これは一体何なんやろ。他のやつらは？てかまず動かんのよね、他のは。特に何もなく、この電話は？シャープ、これ、さっきのヒント役立つやつかな？違うかな？あ、でもまずなんか電話線がないっぽいね。何も打ち込めん。何も打ち込めん。なんかさっきのやつちょっとシャープっぽくもあるんかな。こっちの入力の方が何かあるんか。この左の棚は何もなかったんやっけ。調べたっけ私。あかんのかーい。あかない。あ、ここにもなんかある下。特に何もあれは一体何なの。何の跡なの。あの辺だけ何かしらあるの。めっちゃ気になるんだけど。タンスはここね。じゃその辺本当にちゃんと把握しとかんかったらさ、びっくりした。なんかおると思った。てかこれ、貞子じゃない。なんか出てきそうじゃない。お岩さん？はい、これが、ロープを、下に降りていくん、これの。絶対嫌やん。なんそれ、絶対行きたくないやつやん。他、この下は？何もない。この辺も別に何もなくって。なんかこれ端っこだけハゲとるのは別に意味はない。ハゲとんこれ。明かり？明かりが当たるよ。こんなとこに？あ、でもこれも多分明かりが当たっとる空間ってことかな。じゃあちょ、とりあえずここで一旦またセーブして、ん？なんで私アイテムも開いた？はい、ここで、じゃあ一旦セーブをしまして、
ん？どれだ？私一番最下のやつにセーブしたんかな。はいはい。ということで、じゃあ今回は、はい。今回はじゃあこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、この下に、ロープつないでどうするの？入っていくの自分が。それか何かを持ち上げるの。どっちにしてもなんか嫌だけど。